僕、本当にお恥ずかしながら、沖縄の基地問題とか、社会問題みたいなこととか、政治とかに興味を持ったのが、もう、アラサーなってからみたいな人間で、学生時代って本当に何も興味を持ってこなかった人間で、で、慰霊の日ももちろん知らなくて、で、あ、そんな日があるんだって言って、逆に、沖縄県民の人に、あ、やっぱ内地の人知らないんだねって思わせてた側でしたね。で、結構そのおばあとかからお話を聞く機会っていうのはあったんですけど、まあ皆さんも本当にこうおっしゃる言葉で同じワードを使ってらっしゃったのが印象的なんですけど、戦後はもう目から血が出るぐらい働いたよって言ってたんですよ。で、目から血が出るってどんな表現やねんって思う。で、まあ、それぐらい本当にものすごい苛烈な働き方をされてたんだな。で、そういう方がいて戦後本当に焼け野原になった沖縄が復興してきたんだなっていうのはすごくこう感謝の気持ちとともにリスペクトとともに今の沖縄をこの人たちはどう見るんかなとかなんか思ったりしましたね。まあ、ナイチャーが沖縄のことを語るなみたいなことを言う人はやっぱりいるんですよ。でも、これに関しては、僕は基地問題を沖縄のものだけにしないでおこうっていう意見の方がすごく共感できるので、じゃあ、沖縄の人が沖縄の問題を言うのと、沖縄が地元ではない人が本土に向かって沖縄のことを言うのでは、受け止め方が多分変わってくるし、アプローチの、こう、一個の方法として、また違うものになってくると思うから、僕は県外出身という立場から沖縄のことを言うっていうことは、逆にすごく必要なことだと思って。こう、誰かを下げて誰かを上げたりとか、なんか、一定のくくりの人を見下ろすような高低差をつける笑いとかって、やっぱ楽なんですよ。例えば、お前ブスってとか、デブとか、言うだけで、そこいじるだけでちょっと簡単に笑い取れちゃうみたいなところがあると思うんですけど、結局、これやらないと笑いなんて成立しなくなるじゃんって言ってる人は、楽したいだけやと思いますね。だから、本当に面白いものっていうことを、は、そういうのにはないし、今まで好き勝手やってそれで笑い取ってて、影でうってなってる人たちがいっぱいいたんだよ。で、うっと鳴らせ続けるんかい。それは違うでしょ。向き合わんといけないよね、お笑い界がっていう、まあ段階に来てるのかなと思いましたね。糸満の平和記念公園に行ったら、石碑に亡くなった方の名前がバーって書かれてるんですよ。で、沖縄に観光する方は、まあ、あそこら辺の海もとっても綺麗なんで、まあ、海見に行くついでだったら1時間も2時間も別にかかんないと思うんで、ぜひ寄ってもらいたいんです。20万人って数字で聞くと、まあ多いなと思うけど、なんか多分、左脳でしか認識してなくて、右脳とか感覚的な部分で皮膚感に落とし込めてないと思うんですけど、一人一人名前が書かれてて、それがもう何十万人、って書かれてるのを見たら、この名前一つ一つに人生があって、喜びとか悲しみとかがあって、それが急に奪われた。これがこのおびただしい数あんねやって、なんか急に皮膚感に落とし込まれる感覚があるんですよね。だから、まあ、慰霊の日知らない、そもそも知らないっていう人もいると思うんですけど、まあ、6月23日はそういう日があって、セアロガイが進めてたから、一回、糸満の平和記念公園行って、その石碑に刻まれてる名前見てみようかなぐらいに思ってくれたら嬉しいかなと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録やご評価をいただけますと幸いです。また、このチャンネルは皆様のご寄付に支えられております。ご支援、ご協力、よろしくお願いいたします。